じゃあ、とりあえず中に入っていこうかなって思います。はい、まるちゃん、よいしょ。この子、まるこちゃんって言います。よいしょ、おいで。とても食いしん坊なのでね、リンゴを見つけるとこの通り、とってもね、くっついてきます。よいしょ、はい、よいしょ、ちょっと待って、はい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 、気になるね。よいしょ、はい、じゃあね、今からあげていきたいと思います。がっつかないで、はい、よいしょ。ね、レッサーパンダね、実はね、菜の仲間っていう部分で皆さん結構ご存知ないと思うんですね。で、レッサーパンダですね、昔からね、いろんな菜の仲間だろうっていろんな研究者の方がね、探してきたんですね。で、化石はね、結構大昔ね、3000万年前ぐらいからね、見つかってたりするんですけれども、ね、実はレッサーパンダがね、仲間が分かったのは結構最近のことで、8年ぐらいしかまだ経ってないんですね。で、それまではね、クマとね、アシカの仲間のね、グループに近いのかなとか、あとやっぱりアライグマに近いんじゃないかなんて言われてたんですけれども、最近ではね、イタチとね、アライグマのね、仲間に近いイタチジョウカという仲間に含まれるんじゃないかなんて言われていたりします。で、最初に見つけた人もね、最初何の仲間かやっぱりわからなかったみたいで、この子たちの学名アイルルスフルゲンスなんて言うんですけれども、学名の意味が光り輝く猫なんですね。確かにちょっとおひげが生えてて猫に見えなくもないですね。よいしょ、だいたい、よいしょ、ね、食べてますね。よいしょ、1日にね、食べるご飯ですね、竹がね、4分の3ぐらいでほとんどなんですけれども、動物園ではこうやってリンゴとかね、あと他にもニイモとかもあげていたりします。よいしょ、ね、まるちゃんとっても食いしん坊です。食べるのもとっても早いです。ね、お隣のね、お兄ちゃんのまるおくんはね、食べるの遅めでね、ちょっと小食めなんですけれども、ね、まるこちゃんこの通り、バクバク食べてくれます。よいしょ。ね、ちなみに先ほどね、述べたですね、イタチの仲間とね、アライグマの仲間に近いっていうお話なんですけれども、イタチの仲間、クマの仲間、みんな食肉目と言いまして、実はこの子たち、食肉目と言われる、お肉食べる動物がね、たくさんいるグループに含まれてたりします。なんですけども、この子たちのね、食事のほとんどがね、竹なんですね。次のね、丸尾くんのところの解説でね、ちょっとどう、この子たちが竹を食べるためにどんなね、進化をしてきたのかっていうお話をさせていただきたいと思います。よいしょ、じゃあね、これだけあげて、じゃあ次のところに移動したいと思います。はい、どうぞ。よいしょ、はい、行こう。じゃあちょっと丸子ちゃん来るので退散したいと思います。よいしょ。